なんか、ロード中がかっこよくなってますね。はい、おはようございます。先端恐怖症です。はい、4月1日の朝ですね。起きたばっかりで、エアシップが出たんで、ちょっと情報とか全然入れてないですけど、なんかわかる限りでやっていこうと思います。もしなんか情報不足してたらコメントで教えていただければ幸いです。じゃあ見ていこう。これアカウントは、なんだこれ。名前を無造作に選ぶ。ログイン。アカウントを作る。なるほど。アカウントシステムってのはこれのことだったんですね。うんうん。で、エアシップですね。行ってみましょう。で、散歩は買わないのか。どこだっけな。確か、メインホールと、貨物室と、キッチン、3箇所でリスポーン選べるみたいですね。うん。なんか、ぬるぬるになった。気のせいか。とりあえず、どうしようかな。とりあえず、サボタージュから見るか。全然ね、情報入れてないですね。停電。見るか。はい、かなり広いですね。で、入り組んでるから2箇所なんだ、どっちでもいいみたいな感じかな。なんかドア閉めがなんかカードスラッシュみたいな。あ、かわいい。あ、どっちかって感じなんですかね。あ、弁当に入るときの感覚と似てますね。すごいな。で、この上の一粒のバケモンが、そうなってますね。あれ、これは、あれか、一方通行というか、呼べないんですね。なるほどね。インポスターになればよかった。全部ちょっとタスクオンとかにもしてみましょうか。エンジンルームか。大水っぽさでやりますか。もう一箇所ちょっと停電見とこうかな。あ、え、三箇所光ってるか。どこでもいいんだ。で、弁当は？あ、なるほど。で、ここでもいいと。いや、これはすごいいいことになりそうですね。あ、で、ドア閉め。ドアが、そう、カードスキャンで開くみたいな。あ、これ。これ大変だろうな。展望デッキ。これはすごい、議論がごちゃごちゃになりそうですね。で、これが、コミュニケーション。ここはドミンかな？入れると。ここなんだ。通信室か。直し方は一緒かな。ドアが厄介ですね。だいぶインポスター有利になるんじゃないかな。アリバイとか成立しなさそう。リスポーン位置も違うし。直せなくない？これ。バグか。あ、でもた、ん？サボタージュ、あれだけか。タスクは見れるみたいな。インポスター直せないっぽいっすね。これ仕様なのかな？こうバレちゃいそうだけど。呼んでみるか。なんか通報の仕方がなんかちょっと違うみたいな。アナウンス的な感じの。今回はまだ15人とか、危ね。ドアとかではできないみたいな感じでしたね。あ、追放は空から落とすみたいな感じかな。そうですよね。あ、これ選びますね。あ、あれ違うんだ。キッチンの場合もあるし、メインホールの場合もあるし。ランダムなのかな？ちょっとこの辺わかんないですね。とりあえず、
は、金庫室。なんかバグとかもね、ちょっと教えてほしいですね。どんなバグがあるかとか。あ、やっぱクルーメイトじゃないとできない。うん。なるほど。で、タスクの種類もね、全部違うみたいなんですけど、まあ、とりあえず、ちょっとサボタージュ先見るか。停電は3箇所。で、ドア閉め、あ、で3種類しかないんだ。あー、広い代わりに。うんうんうん。オッツーとか、まあまあ、そっか。ちゃんとね、設定がしっかりしてるんで、地上というか、地球で合ってるのかな、わかんないけど。酸素があるところだから、宇宙空間じゃないから、停電はないって感じかな。これは、あ、使用するって感じなんだ。あ、じゃあこれ多分同時に乗れないですね、これね。アクションキーを押してって感じですね。これもアクションキーを押してって感じ。ちなみにスペースで出てきますね。これは？あ、これ番号制なんだ。あ、これはミラと一緒かな。この時間内に同時に押すみたいな感じだから、何回も押す形になるかな。あー、で、これを挟んでって感じなのか。この時間内に左側が終わればって感じ。結構これ長めですね。で、衝突構想かいっすね。長いっすね、これもね。あ、で、ここベントイドできるんだ。へえ、なるほど。ここがメインホール。決まってますね。へえ。シャワー室。うわ、これすごいな。ベントはでもちょっと少なめかな。なんか大移動っていう大移動はできないですね。で、サボタージュも結構、まだ密集するかと言われればそうでもない感じかな。ドアシミュレーション3種類ですよね。ちょ、あ、なんかめっちゃ揺れてない？こんな揺れてたっけ？こんな揺れてなくなかった？めっちゃ揺れてますね。で、お、新しく追加された分が、金髪とメガネと帽子が多い。おお、すごい、モヒカン。と、スネ夫と。で、帽子が多い感じ。これ可愛いですね。チーズ風の感じの。ベッドは変わらず。で、これか。かっこいいの。半身が。感じ。で、これも宇宙服。これも新しいかな。センちゃんで見える。頭が結構多いですかね。追加された。ダウンロードコンテンツは、ああ、これはもう無料でってことですね。優しいですね。なるほど。あ、これも追加されてるか。うんちもあるんだけど、すごい。うんちっぽいのはね、今まであったんですけど。ガチうんち。いや、チョコソフトかもしんないけど。チャック、面白い。チャック、ユニコーン。ハート。かわいいですね。あ、怒り、眉毛。いいですね。うんち。かっこいいですね、これね。これが一応、服扱いなのか。いいですね。あと、タスク見ましょうかね。はい、タスクを全部オンにしました。武器を片付けるっていうのがなんか、ライフルを片付けるっていうのが面白そうですね。ちょっと行ってみたいな。武器庫行ってみよう。すげえ数だな、全部オンにしたら。お、AK だ。これを拾って、2個拾って、噛めるって感じか。いいですね、面白い。タスクがね、面白いですね。これ連打でいいんだ。4箇所拾わなくても大丈夫っぽい。同じところで、ユーズかスペースをやれば大丈夫っぽいですね。あとなんか面白いタスクあるかな。あ、これ見ましたね。連打？連打なのか。
増えてるな。引っこ抜くって感じか。なるほど。なんだ、トマトは使わないみたいな感じ。バーガーを作るみたいな。肉レタス。ミスった。レタス、玉ねぎ。あれ増えたな。もう一回か。玉ねぎ2個、肉。玉ねぎ2個。これちょっと、なかなか覚えづらいですね。肉、これいいのか。他には、これ配線書？なんか面白いタスクあるかな。これが、ダウンロードとアップロード。タスクがね、基本的には変わったみたいなので。共通タスク、やっぱ配線とかですかね。その辺も気になる。これは。顔を合わせる感じか。おお、どんどん加速するタイプの。勝手に止まる？それとも手動で止めるやつ？手動で止める感じかな。大体でいいですね。これは？ああ、これはあれか。ボーラスと同じ切り替え式の。マリカ勢が有利と言われているこのバックミラー確認というか瞬間的な切り替えがね得意って言いますけどね。なんだ、これはなんか後でやるみたいな感じかな。4 5え、うわ、これすごい大変だな。1からってこと？ひぃ。1。あ、これはあれか。エレクトリカで一緒。4ですよね。他にあった？通れないのか。ここ、7だよね。ああ、これ順番通りやってる。めんどくせえな。で、ダウンロード。で、ゴミ捨て。なんだこれ。金庫。2。2にして、4にして2。で、開ける。よくある映画とかで出てくるやつよね。聴診器とかで、音がカチッてなるところを調べるみたいな。トイレ好きだね、このゲームね。お！これは？圧力を高くして、詰まりをなくすと。トイレとかうんちとかばっかりですね、これね。世界共通で面白いんだろうな。なんだ。拾って、あれか、しまう。感じかな。うん。直すっていうね。何それって言われそうですね。あ、何回もやるんだ。4箇所やるんだ。なるほどね。で、ダウンロードで、ミーティングルームちょっと行ってみたいかな。あ、行けない。こうなったらめちゃくちゃ遠回りしなきゃいけないのかこれ。いけないってことはね。うわ、インポスター、あ、インポスターが、あ、そうか。インポスターベントだから楽だけど。なんだこれ。片付け的な。音はいいですよね、このゲームね。シャワーもある。あ、パワーを貯めて。ちょうど真ん中に住んだ。面白いな、これ。タスク面白いんですよね。なんかずっとやっててもいいぐらいの。で、これを入れる感じか。これ結構時間かかるぞ。
いやー、ここ遠回りしなきゃいけない、大変ですね。しかも行ってみないと、どっちに床があるかわかんないみたいな。あ、でも左から行けば、何か確実なのか。持ち場ですね。あ、で、ここにマジシーンなんだ。まあ、大変ならボタン押すのも。これは、どっかで見るのかな？番号、ID を入力する。あ、これか。そんなもんですかね。あとは、まあ、わかりやすい、なんかね、このゲームいいとこなんで、わかりやすいタスクかな、あとは。磨く。ああ、マリオパーティーみたいな感じで。ああ、いいですね。フィニッシュっつって。なるほど。こんな感じですかね。まあ、とりあえず広いから、だいぶ大変そうなのと、ボタンがミーティングルームまで行くのが、行くまでに殺されそうですよね。待ち伏せとかされたらもう、こう、キルし放題なんじゃないかな。他にだって入り口ないでしょ。これ、ここで待ち伏せキルとかもできるんじゃないですかね。あの、カメラがあるからって話か。これもボタンがアナウンス的な感じなんですね。はい。じゃあそんな感じで、ま、あんまりね、こう情報入れずに見てみたんで、まだわかんないこと多いと思いますが、もしね、なんか情報ありましたらコメントに書いていただければと思います。あ、これやっぱランダムなんだ。アーカイブからも。ランダムなんですね。そうですね。はい。といったところで、エアシップですね。まだね、ちょっと研究しがいがあると思いますので、はい。また、ぜひ、情報を教えていただければと思います。また、ここのね、マップで遊んでみたいなとも思いますんで、生配信で、多分 YouTube でやると思いますんで、ぜひチャンネル登録して、生配信も見に来てください。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。